はい、お疲れ様です。カーライクネットです。朝1でもないか、9時半から、宮城県仙台市泉区で、卸完了です。はい、現場だって聞いてたんですけど、住宅街の中の倉庫だったっすね。倉庫までのね、段差がね、15センチぐらいあって、2メーター30、高さ2メーター30あるんですけど、倉庫の入り口が2メーターしかなくて、寝せないと入れないっていう、まあ、とりあえず2人で一生懸命運びましたね。はい、平台車で移動できますって言われたんですけど、行ってみれば何のその平台車なんかで移動できるような感じのところじゃなくて砂利でしたんで、相変わらず人海作戦で2人でエッチなオッチな運びました。朝からいい汗かきました。はい、 T シャツだけじゃなくてもうパンツも作業ズボンももういい感じに絞れそうですけど、どうせまた積み込みあるんで、もう積み込み終わってからにします。シャワー浴びたら着替えしましょうって感じですね。はい、積み込み先の福島県須賀川市に向かってます。はい、そんな感じでございます。では向かっていきますので、よろしくお願いします。須賀川市須賀川無事完了です。積み込み完了です。はい、なんとか積み込み完了しました。いや、いろいろちょっと受付ね、他の営業所行って受付して、そこでなんか倉庫あるから詰めるって言われたんですけど、行ってみたら、あ、こっちじゃない倉庫ですよって言われて、今ちょっと違う倉庫まで起点の積み込みでした。はい、無事に詰めました。はい、積み込み完了しました。はい、で、ロールの断熱材、170本で、こっち来たらなんかファンドリフトとか緩衝材とかで1メーターぐらい潰れますっていう話になってだったんですけど、それ聞いてないよって話になって、詰めんのって話にちょっとなったんですけど、もう詰むしかないってことで、お手伝いいただきながらもう積みました。はい、ありがとうございます。なんか6本ぐらい積み込みできないんじゃねえかみたいな話になったんですけど、なんとか無理くり、お手伝いいただいて積み込み完了しました。ありがとうございます本当に。で、積み込み終わった上にシャワー浴びてから出てってねって言われて、こちらの方の共同倉庫になってるみたいなんですけど、そちらの方のシャワー、今回依頼いただいた運営会社さんの名前で、記帳してシャワー浴びてから出てってねって言われて、すごい親切にしてもらいました。本当ありがとうございます。助かります。浴びなんですけど汗止まんないです本当ありがたいんですけど、もう毛穴開いちゃってるんで、もうとにかく汗が流れっぱなしになってるんですけど、本当それだけでもすっきりしたんで助かります。ありがとうございます。ということで、このまま釜石、明日の朝7時おろしなんで、現場ですね。はい、直行したいと思います。はい、時間遅れないようにお願いしますって言われたので、このまま直行したいと思います。では行ってみましょう。直感、めっちゃでっかい遊戯でございます。はい、めっちゃでっかい夕焼けがあるんですね。今から初ご飯でございますね。あ、利府町の、県道8号線の、ファミリーマートさんに寄りました。で、なんかすごいパン値引きになってたんで買わせていただきました。ありがとうございます。はい、ちょっとね、さすがに熱中症気味なのかな、頭痛いのも止まらないので、ちょっと甘いのも食いたく飲みたくて、ビタミン
マッチと、あれっす、ペプシ。ペプシ買いました。はい、こんな感じで、とりあえず、今430休憩ですね。はい、430休憩して、出発したいと思います。バニラモナカ買っちゃいました。はい。現在時刻20時30分です。はい、今日は多分24時ぐらいかな。現場近くまでで、あと四つん這いかけたいと思います。明日は現場って、本当に、あれです、現場って工事現場なんで。はい、そんな感じです。よろしくお願いします。速乾！はい、移動40号線です。およそ500メートル先、右方向です。三陸沿岸道路、無料区間に入ります。なんか書いてる。なんだこれ。三陸道、三滝道インターと宇多津が21から60。あれ？やばくね？およそ200メートル先、右方向です。その先、およそ400メートルで、斜め右方向です。区間通行止め入ってるよね。そんなの見てるね。あ、なんか入り口もなんかあれだね、工事中だよ。入り口も工事してるじゃないですか。なんすか、狭くなっとるだな。はい、あー、やっぱ見た昨日通行止めの看板出てるね。はいはい、はい、通行止めでございます。はい、およそ200メートル先、左方向です。その先、釜石、釜石、はい、うん、はい、はい、三陸沿岸道路分かりました。一緒に、では行ってみましょう。なんか橋ができてる。なんだこれ、浦島、うん、浦島大島。何、橋ができてる。立派な橋ができてるわ。初めて通るのこれ。こんな橋できたんだな、全然知らんかったわ。あー、なんか虫がいっぱいくっついてるんであれなんですけど、気仙沼は横断橋だそうです。橋できてんの知らんかった。立派な橋だな。この橋できて初めて渡ります。そうなんだ。なるほどね。はい、岩手県に入りました。陸前高田です。高田松原、まあ一本松で有名ですけれども、奇跡の一本松か、有名ですけれども、まあここも海水浴場あってね、本当に子供たちよく連れてきます。ただこっちね、波がちょっと荒くて、やっぱ砂がね舞ってね、水あんまり切れずなかったんでね、小泉とか大谷海岸とか連れてってましたけど。こんばんちは、カーライフネットです。現在時刻は6時10分ですね。はい、道の駅、釜石仙人峠を出発して降ろし場所に向かってます。で、現場降ろしなんで長袖着てました。長袖、はい、7時時間指定なんで、ちょっと30分前には現場近くで1回、現場の担当者の人と連絡取って入場したいと思いますので、ちょっと早めに動いてました。お疲れ様です。釜
とりあえず雨も降ることなく無事に終わりました。じゃあ工事現場なんでね、長袖着てマスクしてヘルメットしての荷下ろしだったんで、なかなかでしたね。ヘルメットかぶったからもうベタベタな、もうなんか沈むな、髪の毛伝って汗の沈むな、背中だったり首を伝って背中に映ってくる感じ。はい、とりあえずはもう長袖ね。はい、もう工事現場、建築現場はまず長袖必須なんでね。今日はあとトラック点検に入れるそうなので、このまま、荷台に乗ってるハンドリフトとかその他もろもろ回収してるものを下ろして、であと点検ですね。今日は、これから昼ご飯を食べに行こうかと思っております。なので多少空いてっかなと思ってる部分はあるんですけど、ちょっと行ってみないとわかんないんですが、はい、では、ランチ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。通りにあるんで、はい、目立ちませんけど、マイス口コミでお客さんが来るというね。
ませんおかわりお願いしますすいませんはい。ありがとうございます。はい、あ、すいません。はい、ありがとうございます。Thank you.